現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。サトシ、聞いてくれよ。女がベッドから出た時、ちょうど電話が鳴ったんだ。女は OK と言っただけで電話をすぐに切った。そしたら男が、誰からだいと聞いた。女は、夫よと答えた。男が、じゃあすぐに行かなきゃ、彼はどこと聞いたんだ。そしたら、女が何て言ったと思う？急がなくていいのよ。夫はあんたとポーカーしてるって言ってたわ。だってさ。何ですか、こう、小芝居は。アメリカンジョークです。うまいね、でもね。うまいですか？おう。なんだっけ、なんかそういう芸人さんいたよね、昔ね。ああ、なだぎたけしか。あ、そう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 。あれみたいだった、すごい。うん。いいね。よかった。そんな褒められる。いいよ、いいよ。アメリカンジョークシリーズです。はい。どうでした、皆さんね。あの、一番藤井さんっぽいかなと思って。嘘。藤井さんが実際やってる。俺、どっち？俺どっち？夫？それとも、ベッドの方の男？どっちもですね。あ、どっちも。参ったな、これ。どっちもやってるんじゃないかなって。うん、それ、ある意味、どっちもやられてるっていうね。そんなことないんですよ、藤井さん。はい。ポッドキャストが始まりましたよ。はい。もう。前回はね、ドライブポッドキャスト。ドライブポッドキャストで。うん。まあ、今回はね、駐車、パーキングポッドキャストということで。はい。はい、まあ、またいつもね。はい。感じで。はい。テンションは下がる一方ですけど。テンション下がる。藤井さん、すごい浮き沈みが激しい。暗いところに来ると、ぐんぐんぐん下がってしまう。いや、はい。まあ、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに藤井さんがテンション下がってる理由が、まあ先ほどですね、ちょっとこう、まあ、飲み物をね、うん。買おうとしたところ、お金を入れたら、こう、セブンカフェみたいな感じで、こうカップを自分でセットして、お金を入れて、シューってこう抽出されるっていうタイプの、ものだったんですけど、お金を入れて、すぐにボタンを押したら、カップをセットしなかったっていう。で、一回スタートしたら、扉開かないんで、もう垂れ流し状態。どん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 みたいなもんですよ、ほんと。さっきの話なのね、夫がそのベッドにやってきたみたいな、修羅場状態でもどん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 ですよ。そのドアが開かない。開かないし、僕びっくりしたのが、いや、それで、もう藤井さんそんなお茶目なとこあるんですね、で終わるかと思ったら、次もっかい入れて、今度はセットしてからスタートしたんですけど、アイスカフェを俺は頼んだのに、氷を入れてなかったっていう。お茶目すぎる。困ったもんですね。はい。まあ、こういううっかりミスもね。まあ、うっかり八兵衛という言葉があるように。はい。実はなんかちょいちょいなんかちょっと古いやつ。ちょっと行ってみたかっただけですよね。はい。ありがとうございます。いえいえ。はい。じゃあ、今回のですね、もう、ちょっと本題に入りますね。はい。はい。今回のテーマが、コミュニティビジネス。はいはい。ということで、うん、まあ、前回までというかですね、今まで、コンテンツビジネスっていうのは、はい。いくつかお話あったんですけど、うん、コミュニティビジネスっていうのは、うんうん、まあ、今回が初めてだと思うんですが、うん、これは一体どういうことですか？まあ、どういうことですかっていうか。どういうことですか？まあ、そのコミュニティですよね。コミュニティかコミュニティか知りませんけど、うん、まあ、例えば、はい。まあ、僕がやってるコミュニティビジネスだったら、不労所得分散投資クラブっていうのは、うん、まあ、ある意味コミュニティですよね。そうですね。はい。はい。一つの共通の目標とか目的を持つ人たちが集まって、は、う、い、んうん。まあ、有料か無料かの差はあっても、うん、こう、まあ、僕の場合はそれをビジネスしてるっていうことで、うん、まあ、不労所得を得たい人、はい。と、あとはそのお金の勉強、マネーリテラシーを上げていきたい人、うん、うん。両方に対して、こういうコミュニティやってますよ、と。うん、いくら払ったら入れますよと、うん、入ったらこんないいことがありますよみたいな、うん、一つの共通目的を持ったビジネスみたいな、うんうんうん、感じかな、合ってるかな、うん、まあ、でもそのイメージは、うんうん、まあ、例えばサークルとか、うんうん、ママ友の会みたいなとかもそうですよね、はいはい、とかの地域 の、 その、うん、町内会みたいなとかも、はい、
全部コミュニティだと思うんですよ。要は人が集まって、うん、何かこう一つのテーマというか、はい、はい、なんかこう仲間を作って、いろいろやっていくとかってことだと思うんですけど、まあ、これが今ビジネスになるっていう。いやもう全然なりますよね。いやその昔からビジネスには例えば変な話、教会ビジネスとか家元とかそういうのって全部コミュニティビジネスじゃないですか。うんうんうん、お月謝っていう名目で、うん、例えば三味線を習うとか、うん、はい。ですけどこれをお金にしやすくなったっていうのが今の時代かなと、うん、昔からあったんですけどね。はい。もう宗教なんてのはもう最たる、まあビジネスって言ったらね怒られちゃうけど、うん、でも事実上そこにお金を介在してるわけですから、うん、その構造上はコミュニティビジネスと何ら変わりはないですよね。うん。確かにコミュニティではありますもんね。そうそうそう。人が集まって、うん、何かこう、共通の、その、あの、意識というか、そうそうそう。さえあれば、コミュニティになり得るっていうことなので、うん、はい。あの、まあ、僕の知り合いでも、あのすごいこう、テニスが好きな人がいるんですよ。うん、うんうん。で、テニスサークルみたいなのに入ってて、うん、で、そこで仲良くなった、あの、社長さんとか経営者の人から仕事もらってる人とかもいるんで。うん、そうですよね。ね。それで言うとね、あの、高級、その筋トレを、しんぬきさん今筋トレハマってますけど、はい、筋トレをするそのスポーツクラブあるじゃないですか。はいはいはい、その高級なとこに行く保険営業マンがいたりするんですよ。あ、なるほど。そう。で、今日もあの切れてますねとかって言いながら筋肉を褒め合いながらね、仲良くなっていって、で、最後はお風呂にみんな入っていくわけですよ。さ、ね、文字通り裸の付き合いをしていくわけですよね。それで、まあそういう高いスポーツクラブに昼間から来れる人って社長さんぐらいしかいないんで、って言って、もうと大型契約を取りまくる営業マンもいるわけですから。まあ、それも考え方によってはコミュニティビジネスに近いっちゃ近いですよね。うんうん、確かに。だからその同じ目的とかがあると、うん、あの、すごい、なんていうんですかね、あの距離感がすごいぐっと縮まるんですよね。うんうんうん、で、その商品も多分売れやすくなるし、はい、多分いろんなことがこうみんなでやっていくっていう形になるんで、うんうんうん、そう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 。ですよね。ある意味、そのちょっと捉え方の違いはあるけど、しんのきさんよく、その労働してないっていうか、自分が楽しんでるから労働してないっていう意味合いでの不労所得ですよね。うんうん、はい、はい。まさに、はい。だってもう今はすでに、家族がいたらコミュニティじゃないですか、うん、家族内でも。うん、何かしらのコミュニティには、人は属してます。属してますよね。はい。それが何なのか、例えば自分の好きなもの、うん、あの、はい、富士山とはホラー映画が好きなので、じゃあホラー映画同好会、はいはい、愛好会とかみたいなの作って、はいはい、そこに人が集まってっていうだけでももうコミュニティですよね。そう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 。で、もしかしたらそこで、じゃあ何かコンテンツが売れるかもしれないし、はい、もうそこに入ること自体が、もしかしたらもうお金が取れるかもしれないし、うん、ってなったらもうそれ自体が、ビジネスになるし、そうそうそう、楽しみながら、なんか僕不労所得の上なのかなと思うのが、その楽しみながらそうっすね、お金がもらえるっていう状態が、うんうんうん、よくあの遊びがこれからの時代は仕事になるとか、うんうんうん、ビジネスになるって言いますけど、そういうことなのかなと思うんですよね。うん、まああの不労所得にかけて苦労所得って言ったりもするんですけど、うんうんうん、その労働とか苦しい思いもして、はい、ビンボンビンボンしたりとか、うんうん、飛び込みして苦しみながら収入を得るわけじゃなくて、はい、それは苦労所得ですけど。はい、そのまあ、楽しみながら収入を得るっていう意味ではね、うん、こうコミュニティビジネスって一番こう自分がそもそも好きだから、うん、はい、最高ですよね。最高です。うん、もう藤井さんみたいにあの出会い系をみんな集まってどうやったら攻略できるのか、どうやったらそういうちょっとあのいろいろなやらしいことができるのかっていうのをコミュニティにも入ってるじゃないですか。入ってねえよ入ってねえよそういうのもありですよね。まあまあそれをコミュニティするのも大あり。大ありですよね、うん、かなりありですよね、うん、ビジネス的にはかなりあり。うん、やってないけどね。ええじゃないよ。言っちゃダメだった。ダメダメダメ、ダメとかじゃない、ダメとかじゃない。本当やってないんだからやめてくれる、そういうこと言うの。すいません、すいません。はい、でも、あとね、なんかこの前ナンパサークルの人が捕まってましたけど、なんかあれも完全にコミュニティビジネスですしね。うん、でポイントは、その、結構ハードル高いと思うかもしれないんだけど、今ネットでね、例えば今僕らのコミュニティだったら Zoom っていうツールを使って、うんうんはい、実際顔を付き合わせて北海道とか、うんね、福岡の人とか山口の人とかとこう夜9時とか10時でなんかこうね、まあ、僕が講師になることもあるけど、うん、話したり他のことについて勉強してたりするじゃないですか、うんはい、だから距離関係ないんですよ、うんうんうん、でお金の手間
これも人はね、こう、一日振り込みを確認しなきゃいけないとかっていうかもしれないけど、うん、今は、本当にね、決済ツールってめっちゃあるんですよ。うん、そう、ね。僕使ってるのペライチっていうそのサイトなんですけど、はい、月980円払ったら、はい、マックス50万ぐらいも決済できるんですよね。ペライチの中でできるんですか？できるできる。で、かつ、例えば会員制ビジネスみたいな感じにして、はい、例えばホラー映画研究会みたいなのを月1000円で募ってね、うんうんうん、あの、毎週金曜の夜にこうなんか映画を紹介していくみたいな。うん、だけどその、まあ、発表してくれた、人に対して一部お支払いができたりとかっていうことを考えていくと、はい、じゃあ1000円とかできてるわけですよ。うん、で、この月でこう請求かけていくことも今できるんですよね。うん、そう。本当にこう、オンラインサロンっていうですね。そうそうそう。だから500円からできちゃいますからね。はい、あ。だから決済なんかも、要はその決済ページで大それたもんじゃなくて、はい、ホラー映画研究会、入会、決済はこちらみたいな感じで、うんうん、もうすぐ作れるじゃないですか、ペライチって、うん。はい。これ、どんぐらい簡単かっていうと、どうだろうな、例えば、ワードとかを普段打ったことがあるぐらいの人だったら、絶対作れるんで、うんうん、はい。特に SNS やってるなんて人は、もう超レベル高いから、うん、絶対できるんで、それをね、こう、一回500円とか1000円とかで、こう、自分の好きなこと。で、特にちょっとマニアックなことの方がいいですね。いいですね。はい。映画好きでくくるよりも、ホラー映画好きでくくった方がちょっとマニアックじゃないですか。うん、そうですね。はい。田舎に行ったら殺されるシリーズ映画好きとか。そう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 。はい。また見ましたよ、ホラーもね。田舎に行ったら殺されるシリーズ。はい。その話長くなる。そうですね。あとはどうだろう。悩みの深いものとかね。例えば、ね、ハゲのね、こう、髪が生えるとか、うん、そういうもの。ダイエットとか、うん、モテるとかね、うん、あとは稼げるとか、うん、まあ典型的ですよね、うんうん、いいですね、うん、なんか女性だと生理痛って、うん、男が思ってる何倍何十倍も女性苦しんでるんですよね。わあ、そうなんですか。そうらしいんですよ、うん、だから僕もともとその生理痛って聞いてもちょっと痛いぐらいでしょぐらいにしかイメージとして湧かないんですけど、うん、あれ本当にしんどいらしくて、へえ。もうだからそのインフルエンザとかあんなの数倍苦しいんですって。もう動けないらしいんですよ。ああ、お腹痛いっていう人いらっしゃいますもんね。すいません。でそれで仕事休むのがまあけしからんみたいなね、うん、男性も多いですけど、女性からしたらもうそんなインフルエンザで仕事休めるのに、うん、生理痛で休めないのがもう苦しすぎるみたいな、ね、うんうんうん、話もあるんで、いやその生理痛を緩和する方法とか、はい、生理痛に理解を求めるようにその男も参加できるね、うん、そういうグループみたいなのがあっても面白いのかなと思ったり、なるほどね、うん、まあ悩みは深いけどコミュニティビジネスにできるかって言ったらちょっと難しい。むしろコンテンツビジネスとしてはできますよね。なるほど。痛みを和らげる、そう、なんか13種のなんとかみたいなね、いいですね、うん、とかまあそれに通じて例えば食べ物とかね、うん、はい、そこについてこうなんか絡めていくとできそうですけどね、うんうん、最近僕がそれをなんかやろうかなと思ってるっていう、ちょっとあれ篠木さん、あ、転換ですか？性転換ですか？性転換しても生理は来ないですか？はい、まあ、でもなんかそういうね、うん、はい、まあそうですね、はい、そのまあ結論っていうかそのまとめていくと、はい、すごくそのインターネットがあるからその共通の好きなこととか、うんうん、を見つけ出すのが容易になったっていうのと、もう一つが決済が非常に楽になってるんですね、うん、で距離は関係ないんで、うん、はい、まあネットが通じれば、ね、はい、すぐキャッシュ化しやすい分類かなと思いますんでね、うん、これがぜひ、うん、聞いてる方も、もう何かしら、多分自分意識しないだけで、好きなこととか、うん、なんかマニアックな、ちょっと趣味があったりとかってすると思うので、うんうんうん、やってみると意外とできたりするんですよね。そう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 。なんか、ゲームとか本当にいいと思いますよ。うんうんうん、なんだっけ、モンハンとかね。うんうん、まあ、すでにありますもんね。あるよね。あるよね。もっとマニアックな、そうそうそう、なんか昔のその初期のファミコンの何かとかっていうのもありですよね。ありあり。ゲームとかはすごいキャッシュ化しやすいっすよね。うん。
まあなんか、それが遊びが仕事になる時代っていうのは多分そういうことだと思うので、うん、はい。まあ、苦労所得ばかりじゃなくてね、はい。本当の意味での不労所得を得ていただけたらなと。いい締め方を。ありがとうございます。ありがとうございます。ところで、新吉さんの、はい。ナンパコミュニティはどうですか？サトシ、言うようになったじゃないか。シーノキアサルの気になる話。はい、シーノキコーナー始まりました。今週もよろしくお願いします。アメリカンジョークは言ってくれないんですね。アメリカンジョーク言いましょうか。いいですけど別に。次回に撮っとこうかなと思って。なるほど。あんまり言うとすぐ飽きちゃうんで、藤井さんが。はい、ということで今回のシノキコーナーですけども、はい。実はですね、最近僕、うん、ちょっとハマってることというか、うん、使ってるサイトがあるんですけど。サイト？サイトですね。おお、サイト。はい。これかなり、うん、利便性がいいし、みんな使えるし、うん、クオリティオブライフにかなり貢献できるんじゃないかなと思って。クオリティオブライフ。あ、なるほど。はい。QOL ってやつですね。そうです。はい、よくご存知で。そのクオリティオブライフに、はい、貢献できるんじゃないかなと思って。かっこよく言わなくていいっすよ。と思ってるのがあるんですよ。うん、まあ、ご存知の方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、うん、覆面調査とか、おモニターとか、おいわゆるミステリーショッパーって言うんですかね。はいはいはい、懐かしいなぁ。あ、うん、そういえば、はい、その時期がありましたね。はい、要は店とかをこう使ったり商品を使って、うんうんうん、でその商品の感想、店の感想をアンケート形式でこう提出して、は、う、い、ん、でそれで店をこう、店側は改善をしたいので、うん、そういうのを、うんうん、募集して、で報酬謝礼をお支払いするっていう。うん、のがあるんですけど、はい、それを取り扱ってるサイトでファンクルっていうものがありまして、おお、久々に聞いた。久々に聞きました。お世話になってましたね、僕も。お世話になってました、はい、これね、結構知らない人が多いんですよね。うんうんうん。一応今87万人ぐらいかなが登録をしてるらしくて、って言っても87万人ってまだまだね、日本の人口から考えたら非常に少ないので、うんうんうん、はい、で、これよく使うんですけど、ファンクルが何か分かんないんじゃないの、みんな。ファンクルは、そうですね。だからでもそのモニターとか覆面調査をの案件をたくさん持ってるサイトみたいですかね。うん、でそのサイトを経由して、いろんな覆面調査とかモニターっていうのを実際に自分が体験できるんですよね。うんうんうん、だからそのファンクルに登録しておくと、覆面調査員としてまず認定されて、うんうん、じゃあこういう案件があるので、行けるのないですかっていう形 で、うん、で自分が行きたい店とか、はい、やってみたいモニターを選んで、うん、実際に行ってみてとか商品を使ってみて、でその体験した結果をまたアンケートで答えて、で謝礼をもらうとっていうのがこのサイトなんですよね。ファンクルというやつ、まあ、ミステリーショッパーですね。ミステリーショッパーですね、はい、でこのファンクルがですね、うん、もうなかなかいい案件が揃ってまして、おこの、まあ、地区によって違うんですよ、うん、でしたよね。そうです、そうです、うん。で、多いところだと、やっぱ東京とか、うん、大阪とかはもう何百件とかあるんで、うんうんうん、まあ、その地区の方はですね、ぜひ活用してもらえればなと思うんですけど、この広島でも、うん、やっぱ案件が何十件とありまして、うんうんうん、で、その飲食店、うん、その、覆面調査で考えても、うん、中にはですね、行った飲食代金の 150% 分を、うん、バックしてもらえるものとか。 150% 分ってすごくない？すごいです。全額以上返ってくるってこと？そうなんですよ。だ外食したら儲かるみたいな、うん、なんか不労所得の一つになるのかなっていうぐらいなんですけど、うん、まあ外食してるけどね。ね、外食はしてるけどまあその楽しみながらね、食事してとか、はい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 、でその他にもですね、まあ、100% のものもあるし、うん、で 70% のものとかもあって、うん、あ、そんなのもあるね、今ね。あるんですよ。じゃあ 70% のところに、うん、まあ、接待でも何でもいいんですけど、うん、同僚とご飯に行くとかで、うん、まあ、2、3人で行くとするじゃないですか、うんうんうん、で幹事自分がやるよって言って、うん、でそのお店予約しますよね、うん、で普通に飲食をして、じゃあみんなで割り勘でお金払って、うん、ってなるとそのうちの 70% 返ってくるんで、うん、またこれ払った料金よりも
ちょっと多めに買ってくるという。うわぁ、せこいねぇ。で、まあ、昔は僕もやってましたけどね、それね。やってたいや、でもそんなに高くなかったけどな、昔ね。30% とかね。まあ、3万円が上限とか。ああ、ですね。うん。なかなか、だからその、だいたい5000円とか、7000円ぐらいが上限っていうのが多いんですけど。あ、そう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 。そうですよね。中にはまあ、1万円とかね、ちょっと超えるぐらいのものもあったり。で、最近その200%バックもあるんですよ。へぇ。知ってるか知らないかだな、もう単純にそれだけですよね。多分普段行ってる店がそこに出てたら、そこ行って、で、一応もう、覆面調査、モニターなんで、サービスとか、スタッフの対応とか、店内の、清潔感とかね、そういうのはちゃんと見ないといけないんですけど、そういうのをしっかりと見ながら、まあ、食事も楽しめて、で、謝礼がもらえると。すごい。でもお店にも貢献してますからね。はい。お店はそれによって改善ができるとか。っていうので当然出してますんで。すごく社会貢献もできて、稼げて、楽しめて。すごくいいサイトかなと思ってまして。そうですね。はい。で、ちなみにこれが全国放送でも放送されたみたいなんですよ。おー、そうなんですか。最近？最近です、最近です。ついこの、今収録してるのが9月、今が12ですね。の、1週間ぐらい前かな。先週の日曜日だったぞ。へぇー。10日ぐらいに多分放送されたんですけど。あ、そうですか。はい。はい。ちょっとごめんなさい、間違ってたら申し訳ないんですけどね。多分先週なのは間違いない。あ、みんな知らないもんね。そうなのね。で、割と女性がね、やるイメージだと思うんですよ。主婦の方とかが、空いた時間とかね、そのママ友会とか、やることが多いのかなと思うんですけど、男性でも全然使えるランクとか。居酒屋とかが多いですよね。多いです、多いです。居酒屋も多いし、最近だったらその、広島との G アウトレット。はいはい、あの中の飲食店の案件もあるんですよ。へえ。結構面白いんですよね。なんかこう新しい店の開拓にも使える。まあね、まあただちょっと聞いてる人で例えば、はい、すごく田舎に住んでますっていう人は結構厳しかったりするよね。そうですね、地区によっては多分ないっていうことはないと思うんですけど、案件が少なかったりとか、っていうのはやっぱあると思います。なので、まあ、都市部はやっぱ多いですよね。名古屋とか、まあ、大阪とか東京、まあ、福岡とかですよね。主要都市は多いんですけど、まあ、広島も割と多い方だと思うんですけど、それでもそういうところに比べたらやっぱ少ないので、逆に出張の時にね、そうですね、使っていただいたりとか。東京行った時も3軒ぐらい行きましたからね。マジで、はい、儲かってしょうがないですね。儲かりはしないですか。でもただで言ったらもう 100% バックとかだと、言い方ちょっと悪いかもしれないけど、ただでね、ご飯食べる。まあね。はい。できたりするので、まあぜひですね、聞いている方も活用していただければなと。はい。有益な情報、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになぜファンクルっていうか知ってますか？ファンがよく来る。二つ意味があるんですよ。はい。ちょっと教えてください。確かにおっしゃったような、ファンがよく来るっていう意味で、ミステリーショッパーとしての役割が一つあるじゃないですか。うん、はい、あと、クルーって英語であるじゃないですか。はあはあはあ、メンバーみたいな。はいはいはい。はい、定着みたいなね。へクルーになっていただくって。なるほど。うちの店のクルーになっていただくっていう意味合いもかかってるらしいですよ。なんだよ、それ。はい、パチンっていうのは、キューみたいな言い方。僕できないんで、はい。じゃあ、効果音で入れておいてください。すごいいい効果音入れておきます。はい。まあ、ファンクルね。はい。結構使えると思うんで。はい。はい。シーノキさんから食事に誘われたら気をつけよう。気をつけなくてもいいと思うんですけど。さようなら。本日の番組はいかがでしたか？番組では、フィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると LINE にてご質問していただくことができます。今なら
藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。